はいどうもリリーです。今日はね JR 東日本の立川駅に来ております。本日はここからホリデー快速富士山号こちらに乗車して新宿の方に帰っていきたいと思います。今日はホリデー快速富士山号こちら指定席を予約しております。自由席はねもう知っての通り地獄絵図ですからね、指定席に乗ってゆったり座って帰ろうということです。それじゃあホームの方に移動していきましょう。はい、今ホームに降りてきたわけなんですけれども、うおーなんか来たなんか来たと思った3号3系でした。この3号3系もね登場してからだいぶ時間経ちましたけれども、まだこのデザイン見慣れないんですよね。なんて言うんですかね、近未来的というかね、かっこいいんですけれどもね。先発の特急列車を見送った後に入線してきたのがこちらの E257系の500番台ホリデー快速富士山2号新宿行きです。この入線してきた時点でもうすでに3分ぐらい遅れてるんですよね。いやーもう早くも先が思いやられます。こんなね暴走エクスプレスなんて書いてありますけれども、今ではねもう暴走とは真逆の方向に向かって暴走していきますからね。あ、これ多分明日の平均気温下がりますよ。もうこれ予告しておきますからね。はい、まあそんなわけで乗車していきます。ここの席ですね。まあ、シートはこんな感じで、まあ、257系のおなじみの椅子ということで、テーブルはこんな感じで、まあ、ノートパソコンも楽々置けるサイズ。テーブルの下にはネットとドリンクホルダーがついています。で、ブラインドはフリーストップ式。257系の椅子の特徴として、まあ、座面がスライドできるんですよね。そう、だからすごい乗り心地いいんですよ。うちのソファと取り替えたいぐらいですよ、もう。はい、立川駅を発車していきますと言いたいところなんですけれども、これね、自由席の方のお客さんの乗り降りがだいぶ時間かかってるみたいでね、257系って基本的には1両あたりドアが1箇所しかないので、まあ、それなりにね、乗降に時間かかるんでしょうね。これが遅れの原因になっているということで、ようやっと立川駅を発車していきます。もうこれでね、5分ぐらい遅れましたね。いや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 、ただでさえ遅れの中央線で、これは、痛いですよね。じゃあちょっとここでね、自由席どんぐらい混んでるのか見てみようと思います。ああ、もうこれは見なきゃよかったな。地獄絵図ですよね。もう3号車まで行こうかなと思ったんですけれども、もうすし詰めすぎて入れないっていうね。これはさすがにきついですよね。で、こんだけ混んでてね、JR もようやく対策を取るみたいで、今回のダイヤ改正で、ここのホリデー快速富士山号廃止になっちゃうんですよね。まあ以前からね、予想してたんですけれども、で、それと同時に、助っ人の快速富士山、それから山梨富士山号なんかも廃止になっちゃいます。じゃあ、この後富士山方面のアクセス列車どうなっちゃうのということで、まあ、新たにね、特急富士回遊号というのがデビューするみたいなんですよね。E353系の付属編成、3両編成を使用して、もう全席がね、指定席になるということで、このホリデー快速富士山号みたいな激混み具合になることは、まあ、まずないと思います。必ず席に座れますからね。この5両の掘り替えで、こんだけ混んでんのに3両にしちゃって、大丈夫か ?JR 東日本正気かって思う方、ここで353系使っちゃったら、257系、居場所本当になくなっちゃいますよね、と思う方もいらっしゃると思います。ご安心ください。お客さんがね、多い時は、この257系も出動してね、助っ人に当たるようです。いやーにしても夜景が綺麗ですよね。田舎住みですからね、こういう都会の夜景ってねすごい憧れるんですよ。もうね、将来ね、俺最寄り吉祥寺なんだよとか言ってみたいですね。西荻窪駅を通過していきます。これであれ快速線ホーム真っ暗じゃねえと思ったんですけれども、土曜休日は西荻窪って快速止まらないんですよね。そう、後からこれ気づきました。まあ、乗車率は指定席でもほぼ満席と言っていい状態で、そうね、自由席であれですから、まあ、そりゃ指定席も満席になることも頷けます。さあ、中野駅を通過していきます。このね、中野駅を出たところで早くも車内放送が流れるんですよね。で、乗客の方々もね、外国人の方が多かったんですよね。なので、車掌さんもね、英語の放送をしてたんですよね。ね、こうやって座って夜景を眺めてるわけなんですけれども、どうやら暑いみたいですね。だったらコート脱げって話ですけれども、まあどうせね、すぐ着いちゃいますからね、脱がなかったです。はい、新宿大ガードを渡って11番線に入線していきます。もうね、デッキにね、人がいっぱいいてね、運転台の真後ろのガラスにへばりついて動画撮るしかなかったんですよね。いや、もうほんと混みすぎですよね。はい、新宿に到着です。まあ、立川からね、30分ぐらいだったんですけれども、まあ無事ね、指定席を取って、指定席にも座れたんでね、
すごい非常に快適でした。まあ、自由席の方もねちょこっと覗いたんですけれども、まあ相変わらずの混雑具合ということでね、特急富士海遊号がデビューしますけれども、それでこの状況がどう改善されるのか、その辺もまあ気になるところです。それじゃあね、この動画はこの辺で終わりにしたいと思います。それじゃあ次回の動画をお楽しみに。バイバイ。